はい、クレチャンネルです。今日は新緑の綺麗な八坂ダム。エンジョイフィッシングでレッツゴー。この一番大事なこの時間にラインを巻くっていう、今日はですね、ちょっと船ベイトを投げたい気分。ヤマタヌカーにはなれんよ。つらいな。ヤマタヌカー。わからん。カットテイラーとか言うじゃん。ハートテイラーとか。ヤマタヌカー。え、なんていうかね。タヌキマスター。タヌキマスターいいじゃん。ヤマタヌキを使うマスター。さあ、行くぞ。足の裏に太陽が当たったら気持ちいい。すごいポワーンって降る。無視したらいけないっすよ。これは何か違いますな、うん、お、違うね。なんだ今のは。おお、なんか釣れた。なんか釣れた。ほら、バイトかなと思って、ちゃんと合ってんだよ。分かってんだよね。違和感は分かってんだよ。もうなんでこんなライン長い状態できるかな。なんだねこのワームは。新しいな。こうでこうでこう、ほらほらこの長いんだよこれ。見てこれなんでここできるの。よあ、おったでかい。ミッキーない。そう、3匹いる。あ、1匹でかい。どこ。1匹40。おお、でけえ。あの周りに2匹いる。衝撃映像横から撮っていただけるよ。いや待って今見に行っとるけ。見に行ってるから。今見に行ったのに。スーッて沈んでいく。ちょっと前不満って全然。4号ぐらいだね。でも50ないぐらいだね。50はない。1本でも30ぐらい。1本2匹おるんや。その1本とこういうのが2匹、3匹。これもっとゆっくり落ちる方がいいんやない。まあ確かに。ヘイポールめっちゃ見切ってますね。ねえ。あ、いた。
いやー、今ちょうどそこも見えないんだよね。ギリギリなんだよね、そこ。いやー、見てるんだけどなー。食わんねー。慣れて慣れて。バスのなる気があるよ。誰が一番に来るか。行くって。誰が一番に来る。いやー、違うの。今当たったような気がする。やだー。おぉ粘り勝ち。ちょ、待って待って。手が痛い、手が痛い。手が痛い。手が痛い。五十肩やばい。イエーイ。待って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 。だって右が痛いって左手で持つしかない。いやー。やった。イエイ。やった。結構いいサイズ。いいサイズの方釣れてる。ナイスキーパー。よっしゃ。やった。もう見えないところだけど。ちょっと岸寄りにあの幹の、うんうん、落ちてるところに落として。やっぱ斜路側に置いて。斜路側に置いたら食った。さっきのでかいやつも斜路側にポン。ほい。あ、邪魔した。山田抜き。タヌキマスターじゃこれで。ありがとう。三四匹おる。お。これはバスなんじゃないか。残念でした。そうなるとあの水中のお。おお、ベイトが流れてきた。それはもうあれだね。ほら、ほら。うん、多分あれだね。バランスが悪いんだよ。そのフックとのバランスが悪いんだ。そんだけ乗らんってことは。何がいいの？ゲイブをもっと広げるか、ウェイトを落とすか。そんだけ当たりがあるってことは、ジグヘッドのその動きに対してはすごい反応はいいんじゃろ。ただ食った瞬間になんか違和感があるんじゃろ。このラインで多分ベイトがやっぱ5メーターぐらいにベイトやっぱり泳ぐな。それにリンクしてるかどうかは分かんないんだけど。うん、お昼だし、ね、なかなかお昼休憩するかも。
お。ちっちゃいの？うん？いや大きいんじゃないの？ちっちゃいの？ちっちゃいの？ナイスフィッシュ。やったね。やっとかかった。いいいいじゃん。いいサイズよ。たまたま。